姉さんの親戚筋とあっては大家も同然、親も同然。子は親に孝養を尽くすのが正道ゆえ、何かとこき使ってやってくださいませ。ほほー、言ったね。ダメだよ、つづれちゃん。サクヤさんは本気で人使い荒い人なんだから。そうなんですか。ところで、つづれちゃん、ここって電気は来てないんじゃなかったっけ。そうですけど、お姉さんがお出かけの間にちょちょいと手を入れまして、配管通ってなかったんでガスは諦めましたけど、電気と水道はこの通り、なんとか復旧いたしました。正式な権利者という素晴らしい矢面ができたことですし、暗い省エネ生活とはおさらばです。え？だはは、まあ、わんぱくかつたくましく生きる手段の一つということで。それじゃあ、いつまでも立ち話っていうのもなんだしね。上がるよ。暇だね。ですね。浴衣でそんな格好しちゃダメだよ。この方が風通しが良くて涼しいんだよ。別にいいじゃないか、いるのは女ばっかりなんだし。小花は男の子ですよ。危ない危ない、危うくお嫁に行けなくなるところだったよ。それにしても暇だね。暇だとついでにだらしなくなっていけないよ。雨も上がったことだし、私の車で町の方にでも繰り出すかい。遊べるようなところありそう。人が集まりゃどこかに盛り場ができるもんさ。私はパスです。お子様ですので。私もだよ。っていうか、サクヤさん車。あっちゃ。買ってきてこっちで飲んだら。まあそれもそうなんだけど、一人で飲んでもつまらないじゃないか。そんなものなの。そんなものだよ。わかった。みんな暇なんだね。だよ。ですね。
ら、こんなものはいかがでしょうか。トランプですか？なのですよ。いいけど、私は花札とかの方が燃えるんだけどね。私はあんまりゲームの種類とか知らないです。ババ抜きぐらいはわかるよね。やったことないですけど、それぐらいならなんとかなるかと。つづら、あんたが知ってるのって？実際に経験あるのはブラックジャックとバカラとポーカーぐらいしかないですよ。バカラって？ルール自体はブラックジャックと大差ないものなんですけど、大きな違いというか特徴は、それで勝敗を競うゲームじゃないってことです。そのルールで勝敗を競うプレイヤーとバンカーのどちらが勝つか、または引き分けかを当てるだけの単純なゲームなんです。三択問題です。それって面白いの？上半打つのだってサイコロ振るのは壺持ってるやつだけだろ。そんなこと言われても、そっちの面白さだってよくわからないよ。じゃあ競馬だ。あれだって馬券買ってヤジ飛ばす以外には、見てる以外にすることないし。え？馬とか騎手の人を応援しに行ってる人も結構いるんじゃなかったの？まあまあ、お二人とも、ここは性格で分かれるところですから、それ以上続けたところで話は平行線ですよ。昨夜さんみたいに勝利すること、あるいは勝者の時計に対しての執着があるなら、バカラも長半打つのも十分に楽しめます。あんたね、自分のことを棚にあげて、私だけをがめつい無法者みたいに言うんじゃないよ。私はやったことあるというだけで、好きとも何とも言ってませんから。意外だね。あんたは嫌いなのかい？好きじゃないですよ。そういう勝負事って、人やら欲の絡む争いですからね。だけど、ただのゲームでしょ。かかる人にかかったら何でもゲームになるんです。古代ローマの見せ物しかりですよ。つづらちゃん、ちょっと大げさ。そうですね、何でも一括りにできるほど単純じゃないんですよね。今のは少し大人げなさすぎでした。大人げって、まだ子供だし。いいでしょう。それならゲームを始めましょうか。やるからには一片の容赦もなく、死体に鞭打つ勢いで敗者弱者を追い詰め、むさぼり食らって勝ちますけどね。そういう家風で育っているので。能書きはともかく、血は争えないみたいだね。随分とまたやる気じゃないのさ。だけどね、10年生きたかどうかの小娘に勝負の何がわかるって言うんだい？刹那の時で悟る者もいれば、800無量をかけて真理から遠ざかる負け犬もいますからね。生まれついての星の差って大きいですよ。それより月が大きいよ。必要なのは運の満ち欠けを見る目じゃないのかい？才能ないのは辛いですね。自分の力で惹かれないんじゃ、運任せでもしょうがないですね。運にも見える天地の理って、結局のところ事前の情報収集と調整作業に追うところが大きいじゃないですか。季節外れの台風待ちじゃ、いくら待っても神風なんて吹かないですよ。
面白いね。面白い。一大事ってのは時も場所も選ぶ間もなく嵐のように訪れるって、とある連中に思い知らされたんだけどね。この場で証明してもらおうか。問答無用に仕掛けられての小細工する間のない勝負で。ですから運より実力だって言ってるじゃないですか。天の利地の利が五分なら勝負を分けるのは人しか残ってないんですよ。覚悟済みならいいですよ。こっちも心を痛めずに身ぐるみ剥いで差し上げられます。ふっ、お子様向いても楽しかないけど、まだまだ青いってことを思い出させてあげるよ。残念ながら蒙古藩は3年ほど前に消えました。ケイ、さっさと配りな。お姉さん、お願いします。配るのはいいんだけど、何枚ずつ配ればよいのやら。そうだね、まだ何で勝負するかを決めてなかったね。そちらが選んで構いませんよ。こちらの言い分に後から難癖つけられたくないんで。誰が難癖つけるかい。千年分のハンデだよ。それぐらいはそっちでお決め。ではお姉さん、決めてもらえます？それじゃあ、それじゃあ、ババ抜きで。だけどさ、なんだい？お母さんとさくやさんってどういうわけで知り合ったの？なんだい、やぶから棒に。私の友達って学校の友達ばっかりなんだ。でもそうじゃないつづらちゃんとは変わった出会い方をしてるわけでしょ。はは、面目ないです。だからお母さんとさくやさんの間にもそういうドラマがあったのかなって。それはあんたが学生だからで、社会に出れば学校以外での出会いに変わるもんだろ。でもそれは基本的に同じじゃないのかな。枠組みが学校から職場に変わるってだけで。そうだね、ドラマといえばドラマだよ。お互い第一印象はあれだったし、仲良くなれそうになかったしね。喧嘩したの？まあ切ったり貼ったり殺し合ったりとか。そう、殺し合った。ん？は？冗談だよね。私はルポライターやってるだろ。昔とある事件の調査をやったのさ。事件ってどんな？今は昔って言っても
60年ほど前だからまだ最近の話だね。60年って最近なの？Y 県にある M という人里離れた村に住んでた連中がある時を境に姿を消しちまったって事件があるんだよ。人だけが忽然と消えるいわゆる神隠しだったら日本版のマリー・セレスト事件ってところでオカルト方面じゃ話題になりそうなんだけどね。その近隣に住んでいた村の人が用事を思い出して行ってみたところ、村はすすと灰ばかりの焼け野原になっていたんだそうな。村人は一人を残して皆殺しになったとか。怖くなったのかい？あのね、確か60年前ってことは、だいたい終戦の頃だよね。ほどなんて大雑把な言い方なんで実際のところわかりませんけど、60年ぴったりで計算するなら戦時中ですね。終戦は1945年ですから。1945年、あ、イクヨモ合意のポツダム宣言だとけ。そう、あれは日本がかなり追い詰められてた頃の話だ。って、ケイどうしたんだい？ああ、なんでもない。そうだね、生きた人間のしでかすことはオカルトなんかよりも立ちが悪いんだよ。ありえないなんて笑い飛ばすこともできないしね。ええ、そうですね。